れシラサギだって。確かに鳥っぽいわ、言われてみれば。本のレビューしようと思ったんですけど、ちょっとまずアマゾン届いてたんでアマゾン開けます。なんか本頼んだはずなんですけど、なんだろう、こんな形で来るのはまだ頼んだっけな。あ、でもいっぱい本入ってる。あ、そうだ、ビジネス書とか頼んだ。あ、そうだ、この形の理由はこれだ。私ランドリンのウーロンティーの柔軟剤大好きで、これめっちゃ使ってる。これも詰め替え用が届きました。これおすすめです。これキャンドルも買っちゃったぐらいね、おすすめ。あ、嬉しい、今日は洗濯できるな。よし。そしてあ、全然読んでないですけど買った本紹介します。金継ぎの家、あとはモーメント、本田さん好きなのでちょっと別の読みたいなと。あとは珍しくビジネス書をおすすめされてたのずっと読まなかったんで2冊、ウルトラニッチ、すごい堀江さんがドーンと、自分じゃ絶対買わなそうだけど面白そう。あとは私稲盛和夫さん絶対好きだろうって言われたんで読むかなと思って、はい、人に勧められた本はねマジ読みますね。あとは、あ、これ読みたかったんだ、冬を越えて、海外文学かなの、多分シスターフッドの話だと思うんですけど、読みたかったんで読みます。あ、なんか不思議な形できたと思ったら柔軟剤でした。はい、では気を取り直して、よいしょ、皆さんこんにちは、チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。そう、この3連休は何にもしなかったです。あの初日のお仕事があってちょっと疲れちゃったんで、もう2日間は自分一人のちょっと久しぶりにあの内省しようと思って、家をね一歩も出ないことは私あんまりないんですけど、今回家一歩も出なかったですね。3連休最終日はさすがにちょっとあの動きたくなっちゃって、本を持ってブラブラお散歩したり、あとは欲しかった化粧品買ったり、なんか久しぶりにお洋服も買ったりして、すごいいい休日でした。うん、一人満喫しましたね。あとね、お部屋の掃除、あ、私はなんかあると部屋の雑巾掛けするの好きなのでそれしましたかね。うん、はい、で今日の動画はチャプターズの選書にも入れた本をレビューしたいと思います。作品名がこちらです。ダダン、地球に散りばめられて、田畑陽子さんです。なんでかというと、あまりに素晴らしいからです。この本とってもいいので魅力が伝わればなと思っています。チャプターズでは8月にお迎えしましたね。チャプターズで届くとこんな感じでブックカバーが巻いてあるんですけど、あの今回はもうこの本の読書会っていうのも市ヶ谷のチャイと戦争で初めてやったりして、より理解が深まったので、動画でもぜひ私の感想、そして読書会で皆さんからいただいた新しい気づきとか発見も踏まえて紹介していきたいと思います。まずこの読後感なんですけど、一言で、あのね、最高、うん、最高何がっていうと、まあ、美しい日本語表現に出会うことが好きな私ですね。だから小説が好きなんですけど、そんな私にはもう刺さりまくり、とても幸せな読書体験でした。で、結末はまあ余白が多いなーというか、あれみたいな、結構こう放り投げられて終わるんですけど、やっぱりね、調べてみたら続編があるみたいで、地球にほのめかされて、3部目は何だろう、とにかくタイトルから素敵で、あのその作品もぜひ時間ができたら読みたいなと思っております。はい、で、まあ、すっきりする読書を求める方には、まあ、ちょっと疑問が残る、あれ何だったんだろう、これ何だったんだろうと思うと思うんですが、それでいいんです。それ含めて読書、それも差し引いてもなお面白いので、放り投げられる気持ちとともに、美しい言葉、そしてあの冒頭から引き込まれていくストーリーラインに自分を乗せて、あの理解しようとせずに読んでも面白かったという作品なので、今から読む人もね、あまり構えず読んでほしいなと思います。このね、ちょっとかっこいい作品読んだ後、分かんなかった感情を出していいか出していけないかっていうこと、すごい悩んでたんですけど、
本屋さんやってみてもたくさんの本に触れて読書家のお客様とかあとは書店の方と話すような機会も増えた時に分かんないこと分かんないんですってみんなもなんかそれにすごい安心して全てを理解する方っていないので著者さんさえも読者に担ってる部分読者に託してる部分があるのでその分かるっていうことを読書のこう目的にしなくていいんだなっていうことを思うとすごい楽になります私もね全然分かんないです分かんないのに今から書評というものをしますはいそんな感じで今回この作品の地球に散りばめられたの魅力をお話ししていきたいと思いますまずあらすじですね舞台はデンマークのコペンハーゲンになっています主人公の一人クヌートという少年がぼんやりテレビを見ていると日本人とおぼしき女性のヒルコという女性が映し出されますで彼女は国が消えて言語が消滅したと語っているんですねで言語学を研究しているクヌートはそんな彼女の存在に強く惹かれていってテレビ局に、ね、会いたいと電話をするんですそこから2人が出会って日本語そして亡くなったとされる日本の片鱗を探す旅に出ていくという物語ですこれ日本が亡くなったという設定で、まあ、そんな形のことが随所に書かれているんですけど日本とかジャパンという言葉は全然出てこないんですよねなのでそれも含めて一緒にこう自分は日本人で日本にアイデンティティがあるってことを忘れて読めるっていう、まあ、その前提からすごいなと思いましたでこれクヌート目線で話が始まっていくんですけど語り手視点がどんどん変わっていって主要な登場人物は、ね、5、6人いますで、まあ、日本人が書いた小説多和田陽子さん日本人なんですけどもとても海外文学的 で登場人物の名前もねすごい独特なんですよ例えばそのクヌートもですし女性のヒルコあとアカッシュとか天蔵とかこれもね天蔵なのか天蔵なのか全然分からずなんかそういった形で名前も独特だし、まあ、舞台もコペンハーゲンそれは明確にメンションされているんだけどそれすらもあまり意味を持たないというかこうノーウェアな感じですねこの話は SF 的な世界観も感じます、うん国が消えた言葉が消滅したという設定を冒頭から読者の歩幅で一緒に説明してくれる難しい小説に思えてちゃんと手すりがあるなというガイドラインがあるなというところもありがたい作品でしたはいというのがあらすじですねなので言葉が好きとか旅する小説が好きとかそういう方もいいと思うんですけど私が特に注目したのが2つですねで私が本当に小説を好む理由の1つ美しい表現そしてこの話にはもう皮肉と美しさが際立つ比喩表現が素晴らしいなと思いましたでねそれがちょっと日本的な文化との照らし合わせも面白いのでいくつか読んでいきたいと思うんですけど、44ページですね確か出る杭は打たれるということわざがあって出る杭を打つ腕を鍛えるためにモグラ叩きというゲームが開発されたことさえあったこれ前後ちょっといろいろ文章あるんですけど日本のね特徴をすごい言い得てるなという形でちょっと笑ってしまいましためっちゃ皮肉効いてますよねでここから続くのがところがヨーロッパでは私が話し始めるとモグラ叩きされるどころか聞き手の目が輝き始めもっと話してくださいというメッセージが視点に乗ってどんどん送られてくる俺もねこのヨーロッパのこう日本とここ違うかもですね対比がすごく面白かったですあとはこれもいいです日本文化の話ですね出汁ですか料理に含まれる美味しい味のことですよ干した魚とか海藻とかキノコとかから出てくるんです旨味と同じものですか同じではないけれど旨味が特定の味を示すのに対して出汁はその物質的な面を指すんじゃないかしら自信はないんだけれどここが好きですそれじゃあ出汁はオーケストラの出す音の総体で旨味は音楽ですね旨味は音楽ですねもう良すぎて旨味は音楽ですねって言いたいなって思い言うシーンあるかなでもね私こうやって本を読んで言葉ストックしといてどこかで使うのが好きなんですだからこう私のこれからの10年20年で旨味は音楽なんですって言えたらいいなってちょっとグッときちゃいましたねこれすごいなとあとその他にも素敵な話がたくさん出てくるので皆さんも自分の好きな比喩表現とかちょっとクスッと笑えるものを見つけてほしいんですけどこれねあとね日本の昔話かぐや姫とか鶴の恩返しを日本という国が消滅した後どう伝承していくのかストーリーラインを変えずに物質をどう変えていくのかみたいなところもちょっと面白い部分があって
これはあの例え話としても大変面白いのでみんな読んだ人にだけあの伝わってほしいなと思います。あとはねこう日本がなくなった後のアイデンティティって何が残っていくのかなっていう時に今出てきた出汁とか旨味もですし寿司とか富士山とかも出てきます。日本の富士山寿司みたいなのってやっぱなんか分かりやすくも最後残っていくのかなっていう感じがして、あとやっぱ食文化大きいですね日本。本当にどの国行っても日本より美味しい国ってあんまりないなと思うぐらい私も日本食は好きなので、田辺陽子さんも海外生活長い方ですけどやっぱり日本といえば食っていうこうところに国を感じるのかなと思いました。でこう決して明るい物語はではないんですけど、まあ、そういった形でもクスッと笑えたり引き込まれちゃうその言葉遊びとかユーモアっていうものを楽しめる作品だなというのが私のこの本が好きになった大きな理由の一つですね。でテーマはまあ言語学とかあと文化人類学っていうとても学問的なトピックスで、そういった学問を勉強されてる方にも興味深い話だと思うのに物語にこう昇華させるこの転換、物語として読ませる力がすごすぎて、知性とか賢さのある方って伝える解像度 の高さはそれこそが知性であり賢さなのかなと改めて思いました。田和田陽子さん賢いですね。もうなんか年を重ねていくと色っぽさって賢さなんじゃないかなと思ったりして、私も改めて最近こう勉強したいなと、興味があるものに対しては調べたり学んでいくっていう姿勢をすごい大事にしたいなと思っているこの頃だったので、そんな時にね刺さったっていうのもあるかもしれないです。はい、そして魅力の2つ目ですね。これは、まあ、物語全体がまとう空気感、あと舞台設定っていう形でちょっとまとめさせていただきました。これねデンマークが舞台なんですけど、北欧の冬って日照時間が極端に短いんですよね。白夜の逆かな。でそんなこう薄暗い北欧の冬の空の下でずっと読んでるような太陽の光ゼロみたいな脳日光みたいな感じで読み進めました。なのでちょっと憂鬱というか心が疲れちゃってる時とかも寄り添いやすいし、なんだろうこの太陽だけじゃない幸せほっこりだけじゃないところを楽しませてくれるっていう小説的な魅力すごいある作品だなと思いましたね。で作品がこうあまりに良かったんでチャプターズでは、ね、8月というど真ん中夏に届けちゃったんですけど、この作品と出会う最適なシーズンとしてはもしかしたら秋とか冬今からなのかもしれないです。だからチャプターズのお客様じゃなくて気になった方はねこの秋手に取るのすごいおすすめです。あとは冒頭ねこれ暗い部屋に光光と光るテレビのブラウン管でクヌートがヒルコに出会うっていうシーンから始まるんですけど、まあ、その影響か私もそれに引っ張られてこうずっと暗い部屋の中に光る光、その光もなんていうかいびつなブラウン管の蛍光灯の光っていうのを感じている読書体験でした。でいくとまあ連想するのは角田光代さんのまどろむ夜の UFO とか、あとはまあこれは本じゃないんですけど宇多田ヒカルさんのトラベリングっていう曲とか、なんかそんなイメージが私はこうポンポンと出てきましたね。みんなはどんなこと思ったのかなっていうのもすごく気になります。でこの本読んだ後にすごい感想をシェアしたくなる作品なので、皆さんも周りの人と一緒に読むの楽しいかもしれないです。ということでチャプターズでもねこれ初めて市ヶ谷のチャイト選手で読書会を開催したんですね。お店のねキャパ の関係で18人しかお呼びできなかったんですけど、もう速乾でチケット、あやっぱり読んだらみんなすぐねこれシェアしたくなる気持ちあるんだなとこの本の力を改めて感じました。でそこでもいろんな人のこう解釈とか感想を聞いてたくさん私も発見や共有をいただいたので、読書会でね教えてもらったというか気づかせてもらったことも最後2つ紹介したいと思います。名前が英語表記とカタカナ表記がこう混在しているんですね。でそれはなんでだろうという話になった時に、もう自分の元の日本人というアイデンティティを捨てて独自の文化になろうとしているっていうその覚悟がこう名前の英語表記に出てるんじゃないかとか、でその覚悟ができてなかったらこうカタカナなんじゃないかとか、カタカナってただの音じゃないですか。で英語ってもっとさらにこう意味を持たないというか、もっとミニマムでシンプルになっていく、まあ、そこに発展を感じたお客さんとか参加者の方がいて、あなんて賢いんだと思いましたね。でこのヒルコとあとはスサノオカは、日本書紀から名前の由来が来ているので
彼らからまた新しい国や文化が生まれるっていうことを意図しているんじゃないかっていう、こう名前に対する考察もありました。すごくね、日本書紀、本当申し訳ないんですけど知らなかった。私はヒルコも思想のもみんな当たり前に知ってるんですかね。ちょっとなんか自分の無知を恥じたんですけど、私もこんな意見言いたいなと思いました。でもこんなすごい素敵な意見が出る中でも、読書会のなんかこう特有のちょっともしかしたらバカ露呈して鼻で笑われるんじゃないかっていうことも全然なくて、読書会こんな楽しいんだって感動しましたね。私みんなもお客さんからも簡単な声が出てて、わあそうかみたいな、みんなちょっと鳥肌とかも立ってて、あのすごいいい空間でしたね。あとはこんな意見もありましたね、言語の消滅にこう対応して、自分も地方から東京に出ていくので自然と方言を失っちゃう自分と重ねてしまって面白かったっていうね。こう無意識に東京で生きていく処世術として、言語って置いてきちゃうのかなっていうのをみんなで共有して、私はね方言がないので、そういった寄り添い方、この物語へのもとても羨ましいなと素直に思いました。で、まあ、こんな感じでね、大変知的好奇心をくすぐられる本でありながら小説らしさでファンタジックな設定を楽しめるっていう稀有な作品だと思います。でこれ秋の夜長に読んでみてほしいなということで、チャプターズの選書は普段お客様とチャプターズだけの内緒なんですけど公開して紹介してみました。玉田陽子さんの地球に散りばめられてです、はい、私もねこの作品読書会を通じてより好きになったので、まあ、一人で読むのももちろん誰かとシェアするっていうことも楽しいんじゃないかと思いますし、チャプターズの本は読んだ本それぞれで毎月ね人とシェアできるビデオチャットがあるので、いいサービスだなって思いました。はい、それでは秋の夜長の一冊にね選んでもらえたら嬉しいです。また次の動画で会いましょう。失礼します。